まあ、バーチャルインストラメンタルがほとんどで、シーケンスソフトはデジタルパフォーマーというソフトを使ってて、作曲をして、バーチャルインストラメンタル以外にもムーグだったり、リアルなシンセローズピアノだったり、実際いろんなバーチャルインストラメントとリアルなシンセサイザー、エレクトリックピアノとかをミックスして、作曲して、で最終的にそのプロトゥルスっていうところに、レコーダーっていうのをレコーディングする機材に流し込んで、ボーカルも取ってミックスも自分で。多分に、台湾に、今回来たの2回目で、多分前に来たの2009年だったと思うんだけど、その結構台湾にはいつもライブで呼んでもらえるって話が3回あったのにもかかわらず、直前になってビザの問題だったりとかいろんな問題で来れなくなって、なんで俺らは台湾に行きたいの、台湾に来れないんだって思ってて、だったらもう自分の金で行くから自分でちょっといろいろ見たいなと思って、で台湾に初めて来て、まあ3泊か4泊ぐらいで来たけど、最初の3日間ぐらい、2日間3日間ぐらいはもうよくわかんないで、ナイトマーケット行ったりナイトクラブ行ったりするだけだったけど、いろいろヒップホップのお店を探していくうちに、例のアトラブに会って、ウエスト台北の渡辺に会って、でそこでいろんなその台湾のヒップホップの地のことを聞いたりとか、その台湾にもウエストコースのヒップホップが好きなやつとか、そのこの渡辺に会ってで彼からいろいろその台湾のヒップホップの話を聞いて、でなんかその夜にナイトクラブに連れてってもらったんだけど、その前に行ってたナイトクラブとは全然違う楽しいところで、もうそこでもう本当お酒も飲んで、もういろいろチラしたりとか、もう本当に何だろう、なんかよくわかんない、噛んで決まるやつとか食べて、合法のやつとか食べて、でもう2日のまま次の日本にゲロ吐きながら帰ったっていう、もう地獄のような思い出がここにはあって、でもそれもね、すげえ全部いい思い出で、で今回もこうやってちゃんと仕事としてライブをしてこれたことが本当に嬉しく思ってるし、それはすごく感謝しています。あとポルト・デ・ブラージュは同い年で、で日本はこう90年代ぐらいからヒップホップ、日本語のヒップホップがすごく根付いていって、そこにブラージュニューヨークから入ってきて、ブッダブランクというチームですごくこう日本のヒップホップを盛り上げたと思うんだけど、実は俺は1987年とか86年とかそれぐらいに出会っていて、その当時の日本ではヒップホップなんて全然誰も知らなくて、まさか日本語でヒップホップをやるって誰も知らなくて、でその時にその16歳とか17歳の俺とデブラージュは一緒にリンク書いたりとか一緒にヒップホップ聴いたりとかして、当時はやっぱりニューヨークのヒップホップを聴いてたんだけど、そこから88年89年ぐらいから方向性が分かれていって、彼はニューヨークのもちろん出身だからニューヨークのヒップホップをやり、俺はやっぱその PMX とかその相方のマッツから影響されたベストコースのヒップホップを聴いて、その90年代にはもうどっぷりともう NWA の頃からアイスキューブのソロが出る90年代からもう全部もう完全にウエストコースにハマっていて、その日本でやれる場所がなく、ライブやれる場所もなく、どん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 ブッドブランドは人気が上がっていったけど、俺たちはライブやる場所すらなくっていう、すげえ悔しい思いをした中で、やっぱりデブラージュはその一緒に曲を作ったりとかすることで俺らをフックアップしてくれよってすごい努力してくれたし、やっぱりそのニューヨーク出身でありながらもやっぱそのウェストコーストのヒップホップのその重要性みたいなことを彼は多分理解していたから、多分俺たちの存在を多分他の人たちはもう本当に完全に殺していたとは思うけど、でも彼だけはちゃんとこう俺たちに対してそこにリスペクトを見せてくれてたし、それで一緒にやった曲が多分一番最初にレコーディングした頃の DS の曲で、それはこの間のデフラージュの
ツイートライブの時にもやったけど、むしろ本当何十年ぶりかにやった曲で、本当に思い出はいっぱいあるし、言いたいこともいっぱいあるけど、多分みんなが理解してるデブラージだけじゃない一面も俺たちは一緒に時間を過ごしてきて、本当にいろいろいい意味でも悪い意味でも誤解はあったんじゃないかとは思うけど、でも多分彼はウエストコーストの帰国に貢献してくれた人の陰の立役者だったんじゃないかなって今となっては思っています。でレコーディングの時の話もいっぱいエピソードがいっぱいあって、うん、結構デブラッシュと出会ったのが1990年ぐらいで、マッツ&ピーメックスというグループやってた頃に、あのミロスガレージで新宿のクラブで彼が話しかけてきて、なんか曲の作り方はどうするんだとか、いろいろうちに来てサンプラーの使い方を教えてくれとか、機材の使い方を教えてくれ、彼はネタ、あのヒップホップのネタすごい掘ってたんで一緒についてって、あの一緒に掘ったりとかして、すごい仲良くなって、彼がやっぱりその当時ヒップホップってハードコアなものだったのに、ブッドブランドってこうメローなネタを持ってきて、メローなグループを作って、それを楽曲にしてて、やっぱなんか自分たちがやってるウエストコースのヒップホップもメローな部分と通じるのが、その、なんだろう、実際ブッドブランドの人間発電所とか、自分もビートに関わってて、まあ、いい関係が築けたから、なくなったのは非常に残念です。